次は何？次はですね、かかってこいよ。行きます。何も言ってんじゃねえ。すいません、そのくだり何回かやらなきゃ言いたくなっちゃう。一応ね、言いたくなっちゃう。まあね、もういろいろあるんです、はい、考えました。でもこうラジオ CD 向けなのってどういうものかなと、はい、そしてフリーっていう作品を考えてどういうものかと、うん、はい、まこちゃん、そういう時に考えました、はい、じゃあやっぱりこう本編ではなかなかないけれども、はい、お互い、うん、こう誰かに対していろいろ宣誓したりとか、こうなんかちょっとこれはもうまさかこれはそんなまるで告白のようなこう宣誓をするねこの子はみたいなこともあったりしました、今までもね、うん、そうですね、うん、そんなことがありましたんで、はい、ラジオ CD では特別です、うん、もう普通に俺を口説いて俺を落とすセリフを言って、辰久さんを、辰久さんを口説く、yes。 うん、なかなかないと思う。なんでかっていうと、なかなかないと思うよ。普通は女性を口説く、うん、そうだね、うん、普通は女性を口説くと、そうなのよ、うん、そうそう。あなたは男性だよね。そうそうそう、そうお向けしますよ。そうそうそう、うん、そこはこう役として、役として役として、もう自分、まあ別に凛と遥かっていうわけじゃない。なるほど。そうそう、あ、演じろと、演じろと、辰久さんを口説く人を演じろと、そうそうっていうところで頑張ってみよう、うん、了解しました。じゃあ辰久さんはじゃあもう、うん、フラットに、フラットに俺が一番ドキッとしたセリフがいいよっていうことになる。なんだろう、フラットなんだね。じゃあそうそう、俺フラット、フラットの辰久さんを向かせるってことね、うん、そう、オッケー。わかる。こうなかなかいかない。俺はタブーのところ一回踏み込んでみようかな。いや、いいんじゃないかな、うん、やってみようかなと思うわけですよ。だってくどくだけだもん。そうですよ、簡単な話ですよ、うん、あの、行っちゃってじゃあ飲む。先輩ちょっと、先輩君が僕に挑戦してるんだよね。ですね、それは下のものからやるのが、そうだろ、道理です。生言ってんじゃねえよ。すいませんでした。どうしよう。いいね、若干以上の動揺が見られることがね、俺すごく今嬉しいよ。俺どうしよう、どうしよう。辰久さん、そっか、うん、でもあの女の子が強引に行けないな。意外とこう得意そうだよね。どういうの、ね、なんかそ、うん、もう本当に素直に素朴にストレートに行っちゃって思わずキュンとしちゃうっていうところでね。くどく、そっか。ですね、うん、うん、じゃあね、はい、じゃあよい、大丈夫？はい、整いましたか？整ってないんですけど、やるしかないと思います。お、はい、頑張ってくれるんだね。頑張ります、俺のために。はい、なんか自分で言ってて恥ずかしくなる、ね、意外とね。はい、じゃあまあなんかせめてなんかこう判断がつかないといけないんで、こう1から10のくらいで判断しましょうかね。わかりました。これどんぐらいキュンキュン来たよっていう、はい、っていうのは1から10のキュンでこう判断しましょう。うん、アタックスが、うん、どん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 何言ってんだろうね。もうすごいこと言ってるよ。うん、もう、うん、大丈夫ですできるねそれね。うん、大丈夫大丈夫。俺、まあ、恋がしたいです。さあというわけでね、はい、まずは信長の方からね言っていただきましょうかね。それではオンヨーマークレディーゴー。ですね、いや、辰久さんにはいつも助けてもらってまして、で、あのね、辰久さんは自分がね優しくないとか営業妨害だっておっしゃるんですけど、いや、すごく優しくしてくださってるんですよ。で、それは収録後にとかだったりとかも飲み行こうぜって誘ってくださったりとかしてね、本当は僕から誘わなきゃいけないところ、いろんなねお話をしてくださったりとか、あので、このラジオ聞いててもおそらく皆さん、あの、させていただけてると思うんですけど、いろいろね、僕はよくとっちらかしてしまうんでね、いつもフォローしてくださったり、あの、助けてくださったり、あの、いろんなところで、現場とかでもそうなんですけど、フォローだけじゃなくていろんなお話を聞いてくださったりとか、あの、いろいろね、あの、優しかったり温かかったり、もしくは熱い言葉っていうのを投げかけてくださってて、あの、非常にね感謝してるんですよね。あの、すごくね、お優しいなって。でも、あの、僕すごく思うのは、辰久さん、あの、後輩ですけど、ずっとそこに甘えててはいけないなとは思ってて、今は正直、あの、助けられてばかりなんで、で、あの、やっぱ遥と誠っていうキャラクター的にも、あの、完全にそこと一緒で、僕は助けられてばかりで、お世話をね、あの、していただいてばかりなので、あの、なんていうか、あの、もっとね、後輩としても、あの、辰久さんなんていう先輩を支えつつ、あの、僕からもやっぱりなんかフォローだったり、辰久さんのお役に立ったりとか、そういうものができるように、あの、精一杯、あの、並んでね、いけるように、あの、努力していきたいと思いますので。長くね。何の演説なんだよ。いつキュンキュンすりゃいいんだよ。
俺から流れてくるのは冷や汗しかなかったわ今。いやだからこれからもあのねあのめげないね。いやいやいや、そこがいいと思う、はい、なのであのここもねあの田地さんさんをお支えできるようにあの努力していきたいと思いますんで、どうぞこれからも一緒にいてください。お願いします。終了。はい、おっ、はい、さあ一体何キュンキュンなんでしょうか。4キュンで。やったー、優しい、お優しい、意外とお優しい、お優しい。なんかねこうたどたどしいけど言いたいことはあるんだよっていう、ちゃんとくすぐってたよっていうところはあったね。はあ、そうそう、あとところどころの甘髪が半端なくなる。可愛いと思わ、思っちゃう。そうそうそう、そういうところでは可愛いと思う。なるほど。普段だったらすみませんリテイクですってなんだけど。なるほど。そうだね、今アフレコじゃないから。そうそう、アフレコじゃないから。そういうのは、まあ、気にしがちなのは我々の悪い癖ですよ。そうだね。でもそういうところでは可愛いって。なるほど。でも普段だったら長谷君今のところもう一回くれるかなってみたいなね。うん、っていうのがね、これちょっと音響監督から来るかもしれない。まあ今回は OK ですよ。ありがとうございます。というわけで4キュン、4キュンでございます。意外とキュンが取れた。そう、じゃあちょっと守るわ。一体どんな風に俺をドキドキさせてくれるのかな。そうだね、うん、ワクワク。さあそれではよろしいですかね。レディーゴー。田崎さん、金ならあるよ。どう？あ、もっと欲しい。ほら、あれ言ってたじゃん。なんならサインもするし。ファン。どう？こんな俺、どう？あ、終了。サイン。何にくずいね。なんかね、なんかね、かすごいね、うん、これいつもだったらこう、うん、刺激されないところが刺激はされた。あ、こいつダメだっていう。あ、ここなんか俺が支えてやんないとダメかもしれないみたいな。なるほど。っていうところがありました。オーケーオーケー。そういうところで、うん、鑑みた結果、うん、サンキュンで。やったー、勝ったー。負けたかー。勝ったー。じゃあお金に勝った。じゃあもうサインはできないなー。そこは書けよ。そこは書けよ、お前。さあというわけでね、1対1でございます。はい、はい、もう次のやばいな、もう対決でもうこれはもうね、これはもう決まっちゃいますよ、勝敗は。はい、最後はもう考えたんです。